勝山城は山梨県甲府市場曽根に存在した日本の城、旧中道町域北西の上、曽根地区に位置、笛吹川左岸の勝山と呼ばれる小級城に立地する。現在、周辺は果樹園となっている。勝山城の存在は文献に記されているが、その位置は長らく特定されず、1983年の農道整備に際して遺構が発掘され、 主角部や土類空堀の跡が確認された。勝山城は、甲斐、駿河間を結ぶ、中道王間沿いに位置する。江戸時代後期に成立した甲斐の国史によれば、戦国時代には、山梨郡油川によった武田支流の油川氏が拠点とした。城主であった油川信英は、甲斐の国史後、武田信政の子で、戦国期には、信政の子である。 武田新縄の新への間で抗争が発生した。新縄の没後も、新縄の子、信虎と新への間で抗争が持続し、勝山紀、一連寺加古町によれば、永正5年には、某が峰において新へ方は大敗し、新へも戦死する。高城再起によれば、永正12年に、甲府盆地西部の国人、大井新たちに、駿河国の今川氏地下が加担し、 宇都日記によれば、翌栄章13年には、今川勢が、中道王館から海へ出兵し、今川勢は、勝山城や、軍内の吉田山次郎を拠点として、大石を支援した。海の国史によれば、永章14年3月に、武田、今川間では僕が結ばれ、今川勢は撤兵したという。高城再起によれば、大栄元年には、今川方の福島正茂が、 寸州王冠を海へ侵攻した福島乱入事件が起こる。甲府へ侵攻した福島勢は10月16日に甲府市飯田町一帯で起こった飯田河原の戦いで敗退すると勝山城に撤退し11月23日には再び甲府へ侵攻すると海の市島上城一帯で起こった上河原の戦いで敗退し海を退いた。武田氏の滅亡も 天正十年六月の本能寺の変により、竹大漁をめぐる天正神語の乱が発生する。同年八月六日には、相模国の北条氏直が海へ侵攻し、若見子に本陣を置いた。北条勢が、七里岩の大城、現在の北都地域の城塞に布陣したのに対し、徳川勢も甲府盆地の要所の城塞に布陣して、これに対抗した。海の国史によれば、 中道王冠の幼少である、勝山城や近接する甲府市上口町の上口、鳥で、近東ら三歳には徳川家臣の服部正重と伊賀州が配置され、城の集築を命じられている。家忠日記によれば、同年11月には徳川市による再不審が行われたという。また、徳川市の改良遊行にも再不審が行われている。山梨県の地名、 P 四百八十七 P487 山梨県の地名 p 八十七山梨県の地名 p 八十七山梨県の地名 p 八十七山梨県の地名 P487 山梨県の地名 p 山梨県の地名 p 四百八十七山梨県の地名 p 四百八十七山梨県の地名 P487 ありがとうございます。